はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。株式会社アトビアイダの佐々木です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日何やるんですか？今日ですね、あの外壁塗装の、まあ、シリーズの外壁塗装2工程目の中塗り作業をご紹介していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、前回ちょっと 下塗りを、ご紹介して、そこがもうこのように出来上がりました。あ、真っ白ですね。これ下塗りなんですか？これ下塗りです。綺麗ですね。はい、弾性フィラーを使ってクラックですとか、はい、そういうのも全部含めてあります。はい、なのでこれから色をつける第2工程。あ、これから色がついてくるんですね。そうですね、中塗りをしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では行ってみたいと思います。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はあの外壁塗装の中塗り作業をご紹介していきたいと思うんですが、今回、はい、使う塗料はどの塗料になりますか？はい、本日塗らせてもらう材料は、はい、シリコンレボ1000の IR 遮熱を使わせてもらいます。シリコンレボの IR 遮熱、はい、通常のシリコンよりこう遮熱成分が入った塗料を使うということなんですね。はい、はい、やっぱりあれですよね、あの普通のこうシリコン塗料ですと大体あの期待年数って10年ぐらいって言われてるんですけども、はい、遮熱が入ったシリコン系ですと大体期待って確か13年。あ、そうです、13から15ですね。なるほど、やっぱり持ちがいいっていう塗料を、はいはい、今回選定しているということです。でさらにあのやっぱり遮熱が入ってるってことは紫外線から塗料を守ってるので、はい、色あせ。あ、そうですね、そういうのもあの普通のシリコンに比べて、はい、色あせがしづらい。そうです、はい、素晴らしいです。そういった塗料を今回塗ってきます。で、やっぱり一番私気になるのは色なんですけども、はい、今回何色を塗るんですか？今回こちらに書いてるエクリューっていう材料。なるほど、エクリューってことはチョコレートが乗った。あー、それは惜しいです、エクレアですね。なるほど、そうするとあと何？エクリュー、エクリュー何色ですか？これがこの中にクリームが。あ、そう、シュークリーム。まあ似たような色ですけど、はい、今回アイボリーっぽくて黄色い色ですね。おお、アイボリーっぽくて黄色い色なんですね。はい、そうです。いや、仕上がりが美味しそうですね。いや、綺麗そうですね。いや、もう早速塗ってもらいたいと思います。はい、お願いします。仕上がりが楽しみです。これ今回ですね、はい、ちょっとですね音が飛んじゃいまして、はい、この回。あ、そうなんですか？急遽ちょっと解説しながら、はい、お願いします。さん、はい、よろしくお願いします。で今今回これはですね、はい、塗料の、はい、今希釈、希釈、はい、抜き打ちチェックをしているところです。抜き打ちチェック抜き打ちチェックって、あの抜き打ち、あ、やってるかどうかの、塗料ってこう、はい、塗料のメーカーが推奨してる割合っていうのがあって、はいはい、お水をたくさん入れてもダメだし少なすぎてもダメなんで、はい、へー、ちゃんと量りで測ってるかなーなんて思って、はい、来たら大丈夫ですって今こっちも、はい、この音飛びました。あ、残念ですね。そうなんです。これは今、はい、ピースじゃないですよ中塗り2回目の塗料をやるところの説明です。中塗り2回目の方ですね、はいはい、これ何ですか？このふわふわの、これがローラーですね。あ、これがローラーなんですね、はい、これにたっぷりペンキをつけて、はい、これから今から塗るところですね。あ、へえ。あ、ちょっとこれが、あ、これがインク、そうです、ペンキ。あ、ペンキなんですね。塗料ですね。2回目になると、はい、あ、見てください、これ、あ、こう全然色違いますね。そうなんですよ、こんな風に。これはこれが実際の最終的な色というか。そうです、あ、それの塗料で今塗ってます、ね、はい、で中塗り作業という形。中塗り作業、はい、あ、じゃあまたさらにこれから上にもう一回塗る、ね、そうなんですね。あ、そのちょっと中間な感じなんですね。でここでいい、あのちょっと質問をしててですね、はい、実はこの中塗りってなんで
て2回塗料塗るの、うん、っていうちょっと質問をしたんですけど、はい、やっぱりあの塗料って、うん塗布量っていうのがありまして、はい、で1回じゃ絶対その規定塗布量まで達しないんですね。おお、なるほど。難しいかな、大丈夫ですか。あ、分かりました。なんとかついててます。大丈夫です。だから1回塗って、はい、乾いたらまた2回目塗ると、そうすると適切な塗布量が塗れると、はい、なるほど、いう形なんですよね。なんで俺も最初これもう仕上がってるからいいんじゃないですかなんて思ったんですけど、あ、確かにそうですよね、やっぱダメだって言われて。塗布量なんですね。そうです、まあ、マニキュアも1回塗るより2回塗るよりも、あ、色がそうですね、はっきりしてますもんね。あと、あれですよね、こう途中でこう剥げちゃったりとか、そういうのないくするのためにコーティングとかされるとか、そうなんです、そんな感じなんですかね。これね、今ね、はい、調子乗って今塗らさせてもらってるの。あ、そうね、すごい嬉しそうな顔してますね。これも結構やらさせてもらってたから、俺 もう自信満々にこれいけんななんて思って、はい、これ今からやるんですけど、はい、すごいやってやんぞっていう感じなんですね。そうだっつってほい。あ、これちょっと垂れてますね。怒られた。あ、これやっぱ取りすぎ。そうそう、やっぱうまくいかなくて、はい、全然いったなーなんて、こんな風にやってます。あ、すごい、そう、耐えてるところがめっちゃ気になります私。はい、そうやって注意受けます。ダメだよっつって、もうやっぱそれ、あ、もう取れちゃいましたもんね。いいですっつって。確かに難しかったな。そういうこと、肩とかもそうですよね、やっぱりちょっと、ね、そうですよね。もうプロに任せて僕はドローします。お疲れしたなんつって。本当に消えちゃいましたね。いいですね。ここからあとはもう全部プロにやってもらってます。ああ、やっぱり手なんか滑らかですよね。そうですね。こう動きだったりとかも。もうシャッチャチャッチャチャッチャって。へえ。だってやっぱ塗る順番とか、はい、塗るやり方とか、お、しっかりあって。あ、順番みたいな感じですか。そうですね。目下、際やって、はい、面を塗る。ああ、なるほどなるほど。こんな感じでやってますね。へ、はい、これは塗料中塗り作業。中塗り作業、はい、これそっか。でもまたじゃあ何人の重ねたらまたより濃くなったりとかしていく感じなんですね。何よりもちゃんとあの塗料が13年これ持つやつ持ってるんです。13年、そう、ちゃんと持つためにもやっぱり2回塗んなきゃダメです。切れちゃった。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後のエンディングも音が飛んじゃいました。本当なんかすごい面白そうなのにもったいないですね。そうなんです。なんかついてますよ。そうです、あの韓国のあの化粧意識で。アンパンマンとかじゃなかった。じゃないんです。あ、そうなんですね。なんか表情もなんかそれっぽい感じの笑って笑って、そうですね、こんなにやってますね。はい、で今回あと中塗り作業が終わって、はい、うん、今この真面目な説明してるんですけど、はい、まあ、中塗り作業の大事さをちょっと説明してますね。はい、内容どんな感じですか。ですよね、音が飛んでますもんね。はい、内容はやっぱ中塗りは重複しちゃうんですけど、はい、本当に大事、あの塗布量を2回塗らないといけなくて、はい、なるほど、そのためにも中塗りっていうのが絶対必要と、はい、いう形になります。そうです、その必要性をもう一度そうです言っていただいたんですね。はい、その後はもうこの後、まあ、いつもの会社紹介を今やります。はい、株式会社トウヤでは、はい、YouTube、Instagram、Facebook、
ライブジェスやってますんでチャンネル登録よろしくお願いしますよろしくお願いします。でこんな感じで今行きますね、はい、で最後のまた笑顔のバイバイを、はい、ちょっと一緒にやってもらっていいですか。あ、はい、ぜひ。バイ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 。ああ、かいかい